久保さん、ブラックジャックにしましょうか。昨日からですね、僕ブラックジャックハマりまして、アニメ見てるんですけど。ブラックジャックやばいっすね。ブラックジャック学びがあるし、すごいっすね、あれ。いや、面白いっすね。<laughs> なんかね、もう、だいぶ昔に見すぎてて、全然忘れてるんで、 こんなアニメだったか、みたいなね。そう。もう4、5、5本、4本か5本見たんですけど、なんか YouTube にあって、なんか9本ぐらいアップされてるんですよ。まあちょっと今日も見ようかなと思うんですけど。あの、まあその死に対してですね、いろんなその考え方があって、そう。 何だろうなまあ安楽死その安楽死を担当する先生もいてねそう,うん手術手術してもすぐ死んでったりとか、まあ、ハッピーエンドじゃない場合もあるしうん何なんでしょうね死ぬ ブラック・ジャックは何を見てたんだろうっていうね、うん、死んでいく命をまた助けてその死とねもう,もう隣り合わせですよ毎回死をこうまああとそうブラック・ジャックでも助けられない命があったりとかうんまあ命って何なんでしょうねっていう 考えさせられますね。ブラックジャックは。まあ本当になんだろうな。人生一度きりというありきたりな言葉をさらになんだろうな。深く考えさせられるかなっていう。みんな知ってることだと思うんですよね。人生一度しかないっていうのは。でもその人生一度しかないのに、みんなチャレンジしないし、みんななんか、うーん、あの、 まあ別に思ってなきゃいいんですけどね。俺は億万長者がし、億万長者になるぞとかね。人生変えるぞって思、思ってないんだったらまあそれはそれで仕方ないんですけど。まあ少なくても人生変えるぞっつってね。合宿に参加しました。であるならば、まあ、やってほしいですね。まあ今どうなってるのかわかんないですけど。まあ僕は変わらずと人生変えたいし、他の人とは違う。 うん生活を送りたいんで、これからもやりす、やるし、他の人と違うことやっていくし。うん。まあ、やっぱ、狭間寛平さん見て、いいなと思いましたね。なんか、また改造するとは言ってましたからね。<laughs> ファンキーまたちょっと早くすんね、みたいなね。72でね、また改造すんのか、みたいなね。<laughs> すごいな、みたいな。だからちょっとね、狭間寛平さん見て、 もうちょっと本当は R34 をちょっともっと乗ろうかなっていう、すごい思いましたね。ちょっと考えましたもん,、うん。まあでも2000万で売れなかったらちょっと売らないですけど、まあでもね、ぶっちゃけ言うと2000万であと業者今買わないんで、うーん、まあこれが5年後とかになったらどうなるかわからないですけど、ただまあまだね、また値上がったらまた出てくるだろうし、売り手が。どうなんですかね。うん、まあとりあえずまあ僕は、 2000万の希望額で売れる、売れないんだったら売らないし、逆になんかね、狭間さんの見て、レストアしようかなっていう、もう全部、逆に、逆にですよ、売ろうと思った車が売れないから、1500万ぐらいぶち込んで、あの、もう、新車並みにしました、みたいなね。それも面白いかなっていう。 でもそれもね、前々からちょっと計画していうか、思ってたことが、ですよ、まあ、ずっとこの車を100万キロ乗るまで、一回レストアというか、もう一回全部取って、ボディ、ボディ合成ですね、ボディの錆びてるところとか全部こうやってもらう。でも結構すげえ金かかる気もますけどね。そう、やっぱ錆びてるとか、まあボディにもだいぶいっちゃってて、あの、まあもう20何年前の車ですからね、走ってるし。まあ、それも、それで面白いかなっていう。 まあちょっとどうなるかわかんないですけどね、R34 は。うはん。そう。まあ、ネタとして、まあ動画で撮れるんで撮りますけど。うん。まあいろいろ挑戦した方がいいんじゃないですかね、うん。やっぱ、あの、久保さんとか僕のいいとこだけみんな見てるんで、苦労してるところ、なんかいろろ、あんまりそういうのは知らないだろうし。 まあでもただ久保さんと僕はちょっとね、あの他の人と違って、まあその過程を全部見せてるっていう、ある程度見せてる、まあ本数もここまでアップしてる人いないだろうし、うん、結構見せてる方だとは思いますけど、見せてる方でもまだ見えてないとこありますからね、久保さんね。そう。久保さんが前ね、あのスーツ姿のちょっと動画、 あのアップしたりとかしてましたけど公開したりとかしてましたけど知らないですよね今の人はね久保さんがスーツ姿でガリガリやってた頃なんかね陰居久保テスローしか知らないだろうし、うん、だそこに至るまで過程をねあるよっていううんそうまあやるかやらないかですね まあ人生はね、本当に、あっという間に終わりますから、うん。まあ僕は思いますね。まあよく39歳、まだ吉谷さん30代じゃないですかと。39歳になりましたけど、30代じゃないですかって言われたり結構するんですけど、これからですよみたいな。僕からすると、はっきり言って、全然これからじゃないですよね。年取っていくだけだなっていう。そう。 これからですよと。まだまだですよ。みたいに言われますけど。僕からすると、やりきった、やりきった僕から言わせ言わ、言わせていただくと、もう39歳かと。もう人生終わるな、みたいな話なんで。逆に言うと、もう人生終わるなと思う,思うからこそ、いろんなことやってみようと思う,思うし。うん。やっぱ常にやっぱ、あの、命の時間っていうのは僕は、 うん、すごく年取ってからね、さらにより濃く鮮明になってきたかなと。だから命の時間がよりクリアになったって感じですかね。うん、僕は、久保さんから僕を見られてるし、僕も久保さん見てるし、久保さんが老けていくのをまざまざと見てますからね、ずっと。<laughs> スーツ姿でバリバリやってた時の久保さんの表顔と今、やっぱ全然、まあ全然ではないですけど、やっぱ変わってきましたから。 うんやっぱあの隠居の風格が出てきたなと昔はね結構ビジネスマンみたいな顔でしたけどねシュそう年取りますよね久保さんね、はい、動けるうちに動いちゃいましょういってらっしゃい